それでは、こちらの表題の、論文を自然言語処理研究室の西山から発表させていただきます。今回、紹介する論文は、クラウドソーシングを利用して言語処理を獲得するというものになっています。で、大規模で高品質なデータを集めるために、どういった手法がいいのかっていうのを5つのタスクにおいて効果的に取るための手法について、検討します。また、そのタスクの中でよりその精度を上げるためにはどういった手法がいいのかというのを実証して、実験しています。まずはじめに言語資源についてなんですが、従来の言語資源でいうとこのツリーバンクであったり、タイムバンクであったり、まあ、結構有名なものももちろん入っているんですけど、そういったものっていうのは、専門家の方々がすごい時間をかけて丁寧に作った結果がこの言語資源になっているわけなんですけど、こういったものを新しく作る場合に高品質で大規模なデータセットを作ろうと思ったときには専門家の方の時間とさらにお金がかかるというのが問題です。で、また膨大なデータを集めるのにそういう時間が取れない場合には、ちょっとこう下の方切れてるんですけど、非専門家の人、全くの素人が一部データを作る場合もあるんですけど、その場合には専門家の方に比べるとどうしても質が落ってしまうという問題がありました。そこで、またこれもそうですね、データセットの量と品質というのがそのデータセットを使ったモデルにすごい、性能に影響してしまうというものが実証されています。また、専門家のみでのアノテートには非常にコストがかかってしまう。で、また、専門家の人が、そのデータを作っている間には、モデルの作成だったりとかそういったことが同時進行ではできないという問題があります。そこで、AMT Amazon Mechanical Turk というものを使って、このクラウドソーシングサイトなんですけど、これを使って非専門家のみでアノテートした場合に どれぐらいの品質が保証できるのかというのを試してみました。実験設定のデータをまとめると、この論文では非専門家の人によるアノテートが自然言語処理において信頼できる正解ラベルを本当に付与することができるのかというのをまず検証した上で、より品質を向上させるためにどのような手法がいいのかというものを提案します。で、5つのタスクというのがこの、この5つのタスクになってます。下の方ちょっと切れてしまってるんですけど、これが一番下がワードセンスリサンプリケーションですね。語義曖昧性解消になってます。で、また、タスクをシンプルというのは、非専門家の人が複数の選択肢がなくてもう自分で好きな選択肢を選んでいいよという場合には非常に選びづらいというか、なので複数の選択肢を用意してあげてその中から1つを選ぶ、もしくは数値0から10とかの範囲で選んでくださいというのの、その範囲指定を行うというものをまず大前提とします。で、また1つのデータごとに10人のラベル付けを行って、まあ1つのデータに対してどれぐらいの人数が非専門家が見れば専門家と同等程度の品質が確保できるのかというのを検証するために10人ずつラベル付けを行います。で、まずはじめに LFTB テキストアナリシスの実験を行ってみました。このタスクというのはあるテキストに対して感情を0から100の割合で表現するというタスクです。例えば、北朝鮮が、核実験を行った、テストしたというのに対してどういう感情が割り振られるかというのをこの、0から100までの数値でそれぞれ表すというのを行います。これをセムエバルというその評価セットから100サンプルずつ取得しています。評価はこのインターアノテーターアグリメント ITA と呼ばれているんですけど、これがアノテーター間でどの程度合意性を取れているかというものと正解のデータとの相関を取ってあげるというのを行っています。で、その結果なんですけど、このワンエキスパートというのが専門家1人の評価になります。で、こちらが10人の非専門家のこの IT を計算した結果になっています。で、その結果から言えることは、このフィアですね、恐れという感情を除いて他の全ての感情において1人のエキスパートと10人、少なくとも10人の非専門家のデータは、まあ、大体同じ程度が少し、まあ、いい精度を得られているというのが分かります。で、また上位何人、ランダムに選んだ何人という中から、精度を計算した結果はこれなんですけど、それで言うと2名、2名、7名、2名、9名、5名の人数があれば、少なくともその感情において同程度の精度が出ているということなので、これを平均すると4人程度の非専門家が安定とすることで同程度の精度がこのタスクにおいては得られていました。次にこのワードシミラリティなんですけど、ワードのピアの類似度ですね、例えばボーイとラードっていうのが、ボーイが少年でラードが、まあ、なんか小さい子みたいなものですね、これは非常によく似ている
ストリングスは全然違うということで無関係になってます。でこれを30の単語ペアを準備してあげて、それを非専門家に行わせるというのを行ってます。でこの、作業時間がわずか11分ということですぐに終わったタスクでした。で、評価なんですけど、非専門家におけるアノテート数を増やしたとき、この2名、4名、6名、8名、10名で増やしていったときの正解ラベルとの相関を計算しました。でこれがこの緑色のラインが専門家の、データですね。専門家は1人なのでずっと数値が変わらないんですけど、これは 0.958 に対して10人の専門家、あ、じゃない、非専門家が評価した結果は非常に近くて 0.952 まで、相関が上がってます。なので10人程度いれば、まあ、大体同程度の数値が得られてました。で次にレコグナイズングテクスチャル、テクスチャルエンタイルメントなんですけど、ある文から、もう一つの文、文2が推論できるかどうかというのを推論できるか否かだけの日で判断するというタスクになっています。例えば、オイルプライスドロップ、原油価格が、下落したというのと、クルードオイルプライススランプなので、なんか、原油の価格が低迷しているというのは、まあ、大体似ているということで true、 こっちからこっちが連想できるというものを、それぞれ800分用意してあげてこれを評価させました。その結果、専門家による正解率がいろいろ論文で比較したものがあるので、その中で、まあ、大きく分けると、まあ、91% から 96% ぐらい出ているということで、非専門家におけるアノテートの結果の多数決を取った場合にはこれが 89.7% ということで少し低いんですけど、まあ、10人程度いると、まあ、同程度ぐらい、少なくとも 91% に近いぐらいには出せたということでした。次にイベントアノテーションなんですけど、これが2つのイベント、例えばここではもう動詞というふうに絞ってるんですけど、どちらのこれであればブルーとソーというこの2つの動詞どちらが先に来るかというのと、ゴーとカミングどっちが先に来るかというのを日時で判断するというタスクになってます。でこの一文に対しても2つイベントがあって、それぞれのイベントどっちが先というのを推定して、推定というか見て判断してあげるというタスクになってます。これもタイムバンクですね、さっきの言語資源に含まれている462の動詞が対象となっています。でここで比較をしたいんですけど、専門家の人の比較というのが動詞以外のイベントも全て含んでいるものになっています。これが 0.77% だったんですけど、今回は動詞のみということなんで10人の多数決で、計算してあげると 0.94% で、まあ、単純に比較はできないんですけど、少なくとも 0.94 というのは非常に高い精度だったということが分かりました。で最後にこれがワードセンスディサンディケーションということで、まあ、有名なタスクなんですけど、単語の語義を選択するというタスクです。例えばプレジデントという単語があったときに、この文章のプレジデントの意味というのはどれかというのを判断するときに、まあ、これであれば、語義1番の、まあ、なんか企業とかの執行役員じゃないかというのを推定するというタスクになっています。これもセムエバルという、公開されているタスクから、プレジデントという単語の例文を177分取得して、それを1分あたりに10人ずつアノテーションしたというのを行いました。でこの専門家における正解率が 0.98% だったんですけど、今回4人以上の多数決による正解率、これですね、ここの正解率は 0.994% ということで、専門家が行った場合よりも高い精度が出ていたということ結果でした。でまたその残りのこの部分、この残りの部分なんですけど、ここはデータセットが間違えていた部分があって、それを含めるとその部分を正解とすると 100% 正解していたという結果でした。でこれで、ここまでで5つのタスクにおける結果が出たんですけど、10人のアノテーターってそれぞれ個々の、別々の専門家ではない方々なので、信頼度というのが分からないっていうのが問題で、正確な人とそうでない人がいます。そこで、また一人の人がそのすごい正確であっても作業が長引くと正確でなくなる場合がある。例えばこれ横軸が、アノテートをした一人の人がアノテートした数と、これが 正解率なんですけど、最初の頃全然アノテートが進んでない頃はすごい正解率が高いんですけど、アノテータ数が増えてくるとこの部分ですね、すごい精度が下がってきてしまう場合があるということでした。そこでそれを防ぐための3つの対策として挙げていたのが、1つ目はより多くの専門家ですね。さっきのこういったグラフに分かる通り、
専門家数を取れ、非専門家数を増やしていくと、まあ、なんか精度上がりそうなように見えます。そこでまあ専門家ではない人をもっといっぱい雇うとか、そもそももう1件あたりの値段をもっと高めて、うまくできない場合にうまくできない人にはもうその人にはやめてもらうみたいな、そういったこともできるんですけど、それっていうのはお金がかかってしまったりとか、やっぱり時間がかかってしまうということで、お金も時間もかけずに今あるデータでどうにか精度を上げられないかということで、3番ですね、一人一人の非専門家の信頼度というのを計算してあげて、多数決を行うときにそれを重みとして利用するというのを行います。でこれに使うのは少量の、正解データですね。で論文中ではこのカテゴリーのあるデータに対しての、対策を書いてるんですけど、これは数値データにも同じことが言えるので、理論としてはどっちも使います。今のそのバイアス補正の話なんですけど、ある例題 I という例題に対して、Y か N かという未知のカテゴリー分類を行うことを考えます。でここで、W 人の非専門家が分類したカテゴリーをそれぞれ YI1 から YIW としたときに、正解ラベルが XI のときに非専門家の分類がこう、YI1 から YIW となる確率というのを、この式から求めます。これはもう正解ラベルがあるものですね。でそこから、正解ラベルのないものに、どのように確率を付与するかなんですけど、それがこの式で非専門家の信頼度を測るために、対数を取ってあげます。これが、さっきのこの部分がさっきの確率ですね。 YI から W が、結果として得られたときに、正解ラベルが Y になる確率を N である確率で割るというものを行います。でこの結果を、ある専門非専門家の人の信頼度とします。また、多数決を行う場合にこの結果を、その人の重みとして計算してあげて、単純な多数決ではなくて重みの幅で多数決を取ります。今の式を利用した結果なんですけど、 RT、レコグナイズインテクスチャルエンタイルメントと、イベントアノテーションというのを 例として実験を行っています。その結果なんですけど、こちらが RT でこっちがイベントアノテーションですね。でバイアス導入前が黒で、バイアス導入後が青なんですけど、それぞれ精度が向上していることが分かります。 RT だと 0.4% 程度向上していて、イベントアノテーションだとプラス 3.4% 向上しています。でまた、ここで注目してほしいのが、そのアノテータ数が少なくても精度が同程度になるということが重要で、一人一人にかけるコストをそのままであっても、アノテータ数を減らしても同程度の精度が得られるということが分かりました。まとめになります。いくつかの、自然言語処理アノテーションタスクには、言語資源が必要なんですけど、それを AMT を使って、生成することの有効性を実証しました。5つのタスクにおいて専門家のアノテートに近づけるためには、1項目あたり少数ですね、まあ、さっきのイベントアノテーションでいうと4人程度の非専門家が必要であることが分かりました。またここの非専門家ごとにバイアスを設定することで、人数はそのままで精度を上げることができました。以上になります。ありがとうございます。